バスター。あ、バスのバスターだ。今日は何をするのかな。何これ、看板を見てみてよバスター。あのタイヤピカピカで新しいね。バスターも新しいタイヤを買うときかもね。出発。見て、ジープのジェシーがいるよ。坂を登るの大変そう。あ、バスターが来た。かわいそうにジェシー。バスター、きっとジェシーは助けが必要なんだよ。タイヤが地面をグリップしてないみたい。もうすぐだよジェシー、諦めないで。あー、バスター、タイヤが欲しいのはわかるけど、友達のジェシーは助けを必要としてるよ。危ない、ジェシーが後ろへスリップしてる。さすがバスター、ジェシーを助けに戻ってきたんだね。とっても優しいね。あれれ、ジェシーのトレーラー何かがおかしいみたい。トレーラーに押されて坂をものすごいスピードで下ってる。ジェシーはコントロールできない。急いでバスター、助けてあげないと。大丈夫だよジェシー、バスターはもうすぐ来るよ。バスター、その調子。トレーラーがひっくり返らないよう捕まえてて。まずい、お店が見える。ぶつかっちゃう。いい考えだねバスター、ブレーキでジェシーの速度を落とすんだ。危なかったね。よくやったバスター。それに見て、欲しかったピカピカの新しいタイヤ。かわいそうなジェシー、タイヤがボロボロだね。バスター、君よりそのタイヤを必要としてる人がいるよ。その通りバスター、ジェシーこそ新しいタイヤが必要なんだ。よかったねジェシー、もうトレーラーを引いても大丈夫。坂を登るのもこれで楽々。バイバイバスター、バイバイジェシー。やあバスター。あれ、ちょっと疲れてるみたいだね。バスター、居眠りしちゃった。あ、これは何、ヒゲ、ウサギのような鼻、それに耳まで。イースターバニーバスターだ。似合ってるね。新しいウサギの尻尾気に入ってそうだね。どこに行くんだろう。イースターバニーの仕事をしに行くんだといいけど。あれ、これは何、丘に開いた穴だよ。どこにつながってるんだろう。反対側から出てきた。あ、見て、テリートラクターがお昼寝してる。見て、イースターバニーバスターがテリーにカラフルなイースターエッグをあげたよ。イースターの喜びをもっと広めに行くよ。この穴はどこにつながってるんだろう。こっちだよバニーバスター。ロビンがぐっすり眠ってる。サプライズイースターエッグをもう一つ置いておこう、ロビンが起きた時のためにね。今度は別の穴に入っていくよ。誰だろう。ジープのジェシーだよ。わあ、似てるね。イースターバニーバスターはジェシーが起きた時のためイースターエッグをもう一つ置いていくよ。イースターバニーのバスター、なんて忙しいんだろう。届けるのは大切なお仕事。バニーバスター、今度は誰にイースターエッグをあげるんだろう。ショベルカーのディガーだ。静かにバスター、起こさないようにね。ディガーのバケツにイースターエッグを入れたよ。いい考えだねバニーバスター。あれれ、イースターバニーバスターはちょっと疲れちゃったみたい。起きてバスター。ああ、イースターバニーバスターは全部夢だったんだ。イースターエッグが現実じゃないなんてがっかり。でもこれは何、イースターエッグだ。やった、本物のイースターバニーがバスターにイースターエッグを置いていったんだね。よかったねバスター。見て、バスターとスカウトだ。雪で遊んでいるよ。飛んだり滑ったり楽しそうだね。こんにちは雪だるまさん。あれ、スカウトが何か見つけたよ。嬉しそうだね。なんだろうねバスター。わー、池が凍ってる。スカウトが氷の上を滑ってる。スカウトは上手だねバスター。バスターも滑ってみたら。気をつけて。かわいそうなバスター、氷は滑りやすいよね。でも見て、スカウトは気にしていないよ。バスターは滑りやすい氷が怖いみたい。頑張ってバスター、怖がらなくていいんだよ。
その調子、そのまま。バスターは池を滑り出した。いい調子だね。二人とも楽しそうに滑っているよ。よくやったね、バスター。スカウトも感心しているよ。わー、バスターが飛んでるよ。見て、バスターが氷にひびを入れちゃった。どんどんひびが入っていく。スカウトの周りまで。スカウトが動けないよ。バスターどうするの？それ以上近づいたら氷が割れちゃうよ。そうだ、雪だるまさんなら大丈夫だよ。雪だるまさん、お願い助けてあげて。スカウトを助けに行ってくれたよ。すごいよ、雪だるまさん。バスターもいい考えだったね。バスターもスカウトも今日のところはスケートおしまいだね。ありがとう、雪だるまさん。バイバイ、バスター。バイバイ。バスのバスター、今日も楽しく走る。すると突然雨雲、大変、嵐が来る。早く逃げよう。嵐が来る前にバスが早く逃げたが、スカウトを置いてきた。スカウトは逃げれず泥にはまっちゃった。バスが行っちゃった。ガレージへ、でもスカウトはそこ。やっと気づくバスター。助けてあげてよ、バスター。泥にはまった。スカウトを押して助けよう。雷ドン、稲妻ピカ。バスター力を出して、バスター深呼吸。助けに行ったのさ。もうすぐだよ、スカウト。一押しで出れた。やった。怖い音が鳴る。稲妻だ、中入るの。でもカメラは気づく。友達いたら怖くない。バスターハッピーホリデー。あれれ、なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた？そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう。みんなわかる？大きなため息だね、バスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター、行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだね、バスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いね、バスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさん、ありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったね、バスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい、雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。
これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。みんなハッピーホリデー。こんにちはバスター。泥の水たまりで楽しそうに遊んでるね。あちこち泥だらけだよ。これは誰かな。テリトラクターだ。バスターよりは慎重みたいだね。バスターは水たまりの中を走ってとても楽しそうだね。危ない。テリトラクターの方に向かってる。ああ危なかったね。気をつけてねバスター。水たまりは滑りやすいよ。あらまあ、テリトラクターが少し怒ってるみたいだよ。また行ったよ。今度は注意して走ってねバスター。危ない。あらまあ、バスターがハマっちゃった。おっちょこちょいだね。どうするんだろう。日が暮れて暗くなってきたね。バスター大丈夫だといいんだけど。みんな見て、テリトラクターだよ。助けに来てくれたんだ。でもちょっと不機嫌そうだね。テリーお願い、バスターを助けて。押してあげるだけでいいから。できるかな。1、2、それやった。ありがとうテリー。やれやれ、テリートラクターがいてくれて本当によかったね。バイバイテリー。バイバイバスター。バスのバスター泥だらけ、ぬるぬる泥だらけ、バシャバシャ楽しかったよ。でももうおしまい。でもバスターは気にしてない。泥だらけでもハッピーなバス。街のバス呆れてる。泥だらけのバスターでも洗車って怖そう。バスター怖がる。大丈夫だよバスター。深呼吸して綺麗になろう。ピカピカにゴシゴシゴシ。ガラスも大丈夫だよバスター。泥を落とそう。中に入街のバスブーブー。びっくりするバスター。急がせないでよ。最高洗おう。ゴシゴシゴシピカピカに。中に入り洗おう。ゴシゴシきれいに。バスター深呼吸して前に進む。大丈夫だよバスター。またきれいになろう。素敵な黄色、みんなの憧れの的。バスのバスターは綺麗なバス。ハッピーなイエローバス。よく頑張ったねバスター。バスのバスターとテリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ。位置について、よーいドーン。行ったね。バスターがリードをしてるよ。頑張ってテリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー。バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよバスター。頑張ってテリー、まだチャンスはあるよ。もうバスターダメだよ。テリーに優しくしなさい。気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター。暑いのはわかるけど、まだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。
バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、テリートラクターだ。バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ？いたいた。テリーは先にゴールしていたんだ。よっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから、うん、バイバイバスター。バイバイテリーやあバスター。スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら、バスターは前を見てないね。バスター危ない。はあ、危なかったね。気をつけてねバスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよバスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごいスカウト、よくやったね。ああ、気をつけてスカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター早く、時間がないよ。いいよバスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいねスカウト、その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね、これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあバスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたねバスター。そしてスカウトも。眠い目を開けて、おやバスター大丈夫？スカウトが遊ぼうって。バスター元気ないじゃない、タイヤも回ってない、ここにいて大丈夫？助けを呼ぶから。それは何？タイヤがぺしゃんこ、空気入れないと。新車のようなバスター、ちょっと待って。
エンジン全開ブンブンブン。バスのバスターもやりたくて、オットバスターすぐにこけちゃった。大丈夫バスター、気にしない。一人では何もできなくて悲しそう。チュンチュン、今聞こえたね、チュンチュン。コマドリさんが来た。チュンチュン、どこにいるの、飛んでちゃった。見つけたコマドリさん、泣いて飛ぶ。バスが遊ぶ時間さ、コマドリさんと二人は行ったよ、雪の中へ。チュンチュン、うん、マフラー見つけた、何に使おう。バスター、それはいいアイデア。雪を集めて、三つのボールと魔法で雪だるまを作ろう。イエイ、できてきた。もうちょっと、コマドリさん登場。炭のボタン、コマドリさんはどこ。いたいた、人参持って花にしよう。あと一つ何か足りないよね、うん、風が吹き帽子が飛んで。気になる魔起きたすごいよバスター。一緒に遊ぶ友達増えたね。見て、バスのバスターだ。なんか嬉しそうだね。あらま、雨が降ってきたよ。あ、怖い雷と稲妻まで。わあ、嵐だ。わ、バスタースカウトに気をつけて。ああ、バスターが嵐を怖がってスカウトを雨の中置いてっちゃった。スカウトのタイヤが泥にはまっちゃったよ。あっちこっちに稲妻が見える。やれやれ。バスターはガレージに無事戻れたみたい。でもスカウトは？見て、スカウトに気づいたよ。彼女は泥に完全にはまったみたい。バスターは勇敢に彼女を助けることができるのか。スカウトは本当に出られないみたい。かわいそうにバスター、雷と稲妻がとても怖いんだね。君ならできるよバスター。わあ、雷がすごく眩しくて怖いね。
やった頑張ってバスター。スカウトを助けに行ったみたい。軽く押すだけでいいはず。やったスカウトが助かった。なんて嬉しそうなんだろう。よくやったねバスター。でも雷はまだとてもうるさいね。でも見て、バスターは怖い雷を克服したよ。バスターとスカウトは嬉しそうに雨宿りしにガレージに戻ってるよ。あ、二人ともびっくりしたみたい。バイバイバスター。バイバイスカウト。こんにちはバスター。泥だらけだね。泥の水たまりで楽しく遊んでいたみたいだね。洗わないといけないけど、バスターはそう思わないみたい。町のバスが来たよ。あら、汚れたバスターを見て呆れているよ。バスターは自分がどれだけ汚れているかやっと気づいたみたい。そうだよバスター、泥だらけなんだから。あれは洗車の看板かな。いいアイディアだねバスター。綺麗になるために洗車をしに行ったよ。かわいそうに、バスターは中に入るのが怖いみたい。確かにとても怖そう。頑張ってバスター。綺麗にならなきゃ、汚いよ。行け行け、バスターはやっぱり勇敢だね。1、2、3。あー、もう少しだったのにバスター。あれ、急いでるみたいだね。バスター、深呼吸をして。君ならできるよ。でも音がとても怖いね。頑張って、バスター。あともう少し。よーい、ドーン。やったね、バスター。くすぐったいけど、悪くないでしょ。出てきたよ。ねえバスター、大丈夫だったね。ピカピカで綺麗だよ。かっこいいよ。よく頑張ったねバスター。ピカピカ。洗車ってそんなに怖くなかったね。